コリン・アレクサンダー・マクベインは、スコットランド生まれの技術者で、明治初期の後部省と内務省において、国土測量、地図作成、気象観測、地震観測、建築営然を指揮し、近代日本の技術発展に多大な貢献をなした。日本生まれの長女ヘレン・ブロディは、外交官、ジョン・ガビンズと結婚し、その次男のコリン・ガビンズは、特殊作戦執行部の長官を務めた。 二つの簡略な自伝とともに、膨大な日記、手紙、絵画、図書、骨董品を残し、古文書は、スコットランド国立図書館に、日本古美術品の一部は、ケルビング・ローブ美術博物館に収められている。大和屋式館社のマクベイン一家、1872年頃、スコットランドのフリーチャーチのアヨナ及び、 ロス教区初大牧師だったドナルド・マク・ベインとスザンナ・マック・リーン夫妻の長男として生まれた。牧師館のすぐ横にはトーマス・テルフォードの設計した教会が建っていた。13歳の時、父親に連れられ、ロンドン万国博覧会を見学し、技術者になることを決心した。エジンバラのハイスクールを卒業し、マッカラム・ダンダス技術事務所で5年間の技術と抵抗。その後、 海軍本部の水路測量局に勤務し、チャールズ・オットを提督率いる測量船でヘブリディーズ諸島の測量に従事。1864年、ウィリアム・マカンダリッシュ技術事務所に雇われ、2年間、ブルガリアのバルナ鉄道建設に従事。幕府は1866年に諸外国と東大建設を約束し、イギリス公使のハリー・パークスの支援で、イギリス商務省を通して、 エジンバラの北方東大局に技術者の派遣を依頼した。1867年暮れ、マクベインの海軍水路測量局勤務時代の友人であったウィリアム・マックスウェールは測量船シルビア号の副艦長として日本に来ており、北方東大局を管理するスチブンソン事務所が東大建設技師を募集することをマクベインに知らせた。マクベインは 応募締め切りまでに申請書一式を揃えることはできず、書類不備のまま副技師として採用された。主任技師は、リチャード・ヘンリー・ブラントン。もう一人の副技師は、ブランベル。3ヶ月にわたる、東大建設の研修を受け、日本に渡航する直前にペニキュクの大聖志向上主、アレクサンダー・コーワンの末娘メアリウッドと結婚した。結婚承認は、 妻方の親戚であるグラスゴーの建築家キャンベル、ダグラスとエジンバラのカンスタブル出版社のアーチバルド、カンスタブルが務めた。海軍水路測量局時代の同僚であったヘンリー、シャボーとチースマンと日本で良い仕事が見つかったら呼び寄せることを約束した。1868年8月に横浜に到着し、主任義士ブラントンの指揮のもとで、 横浜外国人居留地の測量と地図作成、英国領事館敷地の測量、横浜港整備、東名大係事務所、工作場、宿舎などの建物建設、測量船の設計などを行い、翌年には、三笘と東灯台の建設を開始した。三笘島東大基礎設置のための爆破作業、マクベインのスケッチ、1869年4月。 長女が生まれたばかりで、下田に渡り、3ヶ月にわたって、日本人の役人と施工と共に、三駒と東東大建設に従事したが、お互いに、意思疎通がうまくいかず、工事は、困難を極めた。ブラントンに工事手順の見直しを求めたが、聞き入れられず、ブランデルと共に東明大係に辞職を申し出をした。日英政府の仲介による雇用契約であったため、 北方東大局は穏便な解決法を探り、この辞職を認め、北方東大局と共に、ブラントンの妻のウォーコップワウチョペケが、日本の東大建設を支援することで決着。マクベインは、帰国旅費が支払われず、横浜で、バルカン鉄工所を経営。ブランデルは7ヶ月後に、鉄道係に転属。バルカンファウンドリー・イン・チャイナ・ジャパンディレクトリー。 1869マクベイン夫妻は横浜到着時からジェームス・カーティス・ヘボニやマーガンタイル銀行のアラン・シャンドラと親しくしており、東名大係を辞職してからは弁天の感謝からヘボン邸に移り住んだ。仕事ではアーネスト・ウェトンとバルカン鉄工所を共同経営し、義手のリチャード・ブリジェンス、ウィット・フィールド・ドーソンらと共同していた。 1869年にイギリスから戻り、民部省管轄の横須賀製鉄所、横浜製鉄所担当になっていた山尾洋造と横浜で出会い、スコットランドに共通の知人がいることから急速に親しい間柄になった。鉄道主任技師のエドモンド・モレルの助言を受けて、伊藤博文は後部省を立ち上げようとしており、それを受けて山尾は後部省の具体像を試案していた。 その際に、モレルの強い提案で、技術者養成機関を、またマクベインの提案で、測量を部局を付け加えることにした。フリーメイソンに横浜ロッチの会員であり、1871年から、関財係を務めていた。1871年9月28日に、工部省が重量一市の組織で正式に発足すると、マクベインは、測量市長として採用され、 建築映像を含む多方面にわたり山王の任務を支えた。十分な測量機器がなかったこともあり、まず国土測量のためには多数の日本人測量士の育成が急務と考え、測量学校を開設することにした。鉄道量から多彩のヘンリー・ジョイナーを副技師に、また、大学教育を受けていたリチャード・ライマー・ジョーンズと、ジョージー・イートンを、おさむぎ公教員としてそれぞれ転任させ、 測量士の最初期体制を整えた。最初、山尾が測量士制を兼務したが、すぐに旧佐賀藩の松尾達五郎をその任に当て、その下に村田文夫を置いた。マクベインは測量士の業務範囲を国土測量と地図作成以外に気象観測、天体観測、さらに地震観測も視野に入れ、山尾と相談し、そのための機材を購入し、 また職員を雇用することにした。1872年初頭の一時帰国に合わせて、イギリスで機材購入しようとしたが、山尾が工学旅行学校開校を急いでいたため、校舎建設に集中することになり、一時帰国は1年、延期。工学旅行学校校舎、マクベイントジョイナーの設計及び施行管理、1874年、その間、 銀座大火後の再開発計画案の作成、旧江戸城一円の測量と地図作成を行い、1872年7月にコスモイネスの紹介で、英領インドから測量士のハーディを含む3名、1872年ぐれには、イギリスから測量士のチースマン、クラセン、スチュワートと建築士のチャールズ・アルフレッド・シャストールド、ボアンビルが来日した。マクベインが、 最も期待していたのは、ヘンリー社防の雇用であったが、彼は、家庭の事情により日本行きを躊躇した。1872年5月に測量生の末を、達五郎が救世し、河野通信が測量生となり、新たに室田秀夫が測量ゴンスケに採用された。1873年5月、河野通信と留学生、小林八郎を伴って一時帰国し、 各種測量観測機器を購入し、また車防の雇用契約をまとめた。その中には、トロートンシムス社の工学機器、カセラ社の気象観測機器、さらに、ナポリ地震観測台のルイージ・パルミエリ、大腸発明の地震記録系などが含まれていた。これらの機器選定から気象観測手法まで、後半には影響力があった。山尾の承認を得て、 イギリスの測量及び観測関連機関へ公式訪問し協力関係を築いた。まず、1円873年9月、クリニ事典問題でトロートンシムス社が行っている天体観測機器設置作業を視察し、そこでジェームス・シムスから金星の太陽面通過観測の手法について指南を受けた。同年12月にはスコットランド気象協会から 気象観測の技術支援を受ける協定を結んだ。建築営然として、山尾洋造や山城みみらの皇帝、皇武省本庁や観光領の公共建築、虎の門から清井町にかけての多くの洋風館長建築と皇帝建築を設計し、横浜から林田弘を呼び寄せ執行管理に当たらせた。皇武省から、博覧会事務局副総裁に出向した佐野城民から、 ウィーン万国博覧会日本館の展示方法を相談され、展示キャビネットを設計し、その製造をキャンベル・ダグラスを通して、エジンバラのウィリアム・スコット・モートン社に発注した。また、佐野のもとで1873年ロンドン博覧会日本館を担当し、イギリスの博物館調査に来ていた、富田厚次と武田昭治にも便利を提供し、彼らに視察先を紹介した。 岩倉施設団は、1872年、スコットランドを訪問した際、マクベインの義兄が市長を務めるエジンバラ市役所と、妻の実家の公安製紙工場で盛大な歓迎を受けた。同行した、クメクニタケは大変親切な人たちがいるものだと、感心したが、マクベインが手配したものであった。1873年から1874年に、かけての一時帰国の間に、 以下の協会の会員となった。1、エディンバラ王立物理学協会1874年1月。江戸の野鳥リードイン1874アニュアル。ミーティングオブロイヤルフィジカルソサイティーオブエディンバラ。2、スコットランド気象協会1874年1月。山尾の代理として、日本の気象観測の創始のための協力支援を受ける、協定を結んだ。 三、このエアーチャータイクイーン、S ボディーガードフォースコットランド、1873年。四、王立地理学協会1874年。内務省地理領による、金世対応面通過観測、1874年12月。出展、参考資料。三、下段に参上、ミミ、伊藤博文、杉浦譲る、村田文夫、室田秀夫、荒井育之助。 小林和友らが列席し、上段に、マクベーン、キャンベル、シャボー、スチュワートらの顔が見えるマクベインは、人員と危機装置が揃ったところで、自らの指揮のもとに、シャボーを測量担当、ジョイナーを気象担当、ライマー・ジョンズを学校担当に使用想定していた。マクベインが一時帰国している最中に、測量士は内務省に遺憾され、 そこには旧大倉省土木寮から新たな職員が加わっていた。河野に5ヶ月遅れて、マクベインが1874年5月に起任すると内務省測量市は混乱を極めていた。河野の辞職、公部省測量市以来の職員と新たに加わった旧幕審議官との対立、旧幕審議官による親とい外国人排斥運動、それに、 ハーディの職務怠慢事件が重なり、改組の中で村田とジョイナーは局内を統率できずにいた。1874年5月24日にイギリスで購入した各種機材が横浜港に到着し、また同年7月1日に車房が来日したが、内務卿、大久保利道は全国測量事業に消極的で測量士を地理量の領地下に縮小改組し、 また、家内の支持系統は混乱した。そのような中で、徐々に、関東地方の三角測量、神戸大阪京都測量、気象観測、金星の太陽面通過観測の準備を始めた。内務省地理量領,領地下の金星日表通過観測は、太陽光記録系の発明で知られる、ジョン・フランシス・キャンベルの指揮により成功した。キャンベルは、 マクベイン夫妻と旧地の間柄であったことから、1874年11月に世界旅行の途中に日本に立ち寄った。自ら観測機器装置を持参し、足りないものはキューバしのぎで作成し、マクベインと共に御点山に観測所及び撮影所を設営した。気象観測は、1875年5月、ジャレンジャー号のチャールズ・ワイビル・トムソン隊長他の、 指導により公式に実施できるようになった。トムソンは、マクベインの妻のメアリンの警視と大変親しくしており、大和屋敷のマクベイン家に一週間にわたり滞在し、副隊長のトマス・ティザードと共にマクベインらの気象観測に助言した。そして、マクベインは、半年後の同年12月2日付で、最初の気象観測レジスターを公表した。1875年5月、 佐賀の乱を鎮圧し、西南戦争に備える内務卿大久保敏道は、省内各所の予算削減を目指し、全国即地測量を諦めて、用地測量に重点を移すことに、また、外国人職員の雇用契約を更新しないことに、決めた。マクベインは、1875年の暮れに満期を、迎える部下たちの一年延長大久保に訴えたが、本意はなく、 自分だけ残ることはせずに早期退職をした。内務省地理療領地局記念写真、1875年、出展、参考資料。3、下段左から、シャボーチースメン、スチュワート、室田秀夫、マクベエン、村田文夫らが並ぶ。上段に、立木清彦と、大川道すと、富田厚二の顔が判別できる1875年7月に、 内務省庁舎と地理領建物が全焼し、測量野鳥や地図原本、さらに測量観測機器も失ってしまった。気象観測機器は大和屋敷の旧館舎に設置してあったため、無事であった。工部城測量士時代からの文書が消失したため、マクベインの業績が帰り見られることはなかった。鳥類学者、ヘンリー・イールス・ドレッサーから、日本の野鳥標本を頼まれ、 数十種類を送った。エジンバラとチェスターで、しばし技術事務所の自営を試みるも、1885年、マルト・キリモアにあるアーガイル港の別荘を、仮隠居した。親戚には来た、アメリカやオーストラリアへの移住者が多く、親戚一同のために故郷を守ることを決心した。自らの子供が成人し海外勤務を始めると、彼らの子供を引き取り養育に当たった。その中には、 長女平連と中日大使館書記官、ジョン・ガビンズの子供たちがおり、この二人の次男が特殊作戦執行部長官となる、コリン・ガビンズである。オリオンライン・オリオンラインや、地の草とブラッドスパーの著者、ニコラス・ルアードもまた、マクベインの外孫である。1877年から1878年にかけてエジンバラに滞在していたとき、マクベイン夫妻はたびたび、 イザベラ・バードの訪問を受け、日本滞在経験を司祭に紹介。日本域を春巡するバードに、日本在住の友人知人を紹介し、彼女の日本旅行に便宜を提供した。1888年に開催されたグラスゴー国際博覧会の日本展示に、マクベーン所蔵の古美術品1000点余りが貸し出され、その後、ケルビングローブ博物館に寄贈された。 ありがとうございます。